次に秋葉賢也君。委員長。秋葉賢也君。自由民主党の秋葉賢也です。今日は現場大臣に初めて質問をさせていただくわけでございますが、まあ、私もずっと国会に来てからは総務委員会がなかったわけでございますが、去年の9月に初めて外務委員会に所属するようになりました。まあ、ちょうど1年ぐらいしか経ってないんですけれども、この間に我が国の外務大臣が3人目を数える、まあ、大変残念に思います。まあ、私たちが与党時代の自制も込めて申し上げるわけでございますが、やはり一国の総理大臣、あるいは外務大臣、あるいは財務大臣という主要閣僚は、私たちの任期は基本的に解散がない限り4年間なわけですから、これは政権が変わっても同じ人が責任を持って担当する、そのことがまず責任ある外交であり、交渉ごとの説得力につながってくるんだろうと思います。何も民主党政権は自民党の悪いところを学ぶ必要ないわけですから、ね、今後コロコロ変わってよくジョークで言われるように、 G8 に行っても G20 に行っても、いや久しぶり、他の国々の首脳が会話する中で日本の首脳だけが初めましてという挨拶をするようでは、ますますこの国の主権がもっともっと侵害されてくることになるだろう。このことを冒頭強く申し上げておきたいと思います。今日は時間もございませんので、普天間の問題と TPP の問題2点に絞ってお伺いをしたいと思います。まずこの普天間の問題がこれほど混迷をしたのは、民主党政権のマニフェストにそのルーツがあるわけであります。2005年2008年のマニフェストには、最低でも県外、できれば国外、こう約束していたわけであります。そして実際政権が変わって、我々がまるでガラス細工のように苦労に苦労を重ねて積み上げながら2006年の5月に合意していたものを保護にして舵を切った、まさに民主党政権の大失政が今日のこの低たらくの最大の要因になっているわけであります。自己批判も含めて、この民主党が国民に約束したマニフェストをどう総括するのか、まずは冒頭大臣の反省の弁を伺っておきたいと思います。現場外部大臣。冒頭ですね、秋葉委員が首相とか外相とかくるくる変わっちゃいけないというお話がございました。まず一般論として全くその通りだと私も思いますし、外務大臣で言えばこれまでの外務大臣の方々に長くやっていただきたかったっていうのは率直なところでございます。まあ、その上で、今のお話でありますけれども、もうこれも率直に申し上げますけれども、マニフェストに書いてあるというよりは、正確に申し上げるとですね、マニフェストに書いてあるのではなくて、選挙戦中に最低でも県外という発言を、まあ、当時の鳩山代表がおっしゃったということだと思うんです。でそれはまさにですね、期待値を非常に高めたということがあります。そして結果としてさまざまな検討を行って、辺野古に回帰をした、それについて私は率直にお詫びをしなければならないというふうに思います。このことがですね、おっしゃるようにガラス細工だったのかもしれませんけれども、これまでの方々のさまざまなご努力というものに対して、大きく水を差した結果となったということは、私はそういう認識を持っているというふうに申し上げたいと思います。以上です。秋葉賢也君。
まあ、現場大臣も政調会長などお務めになったわけですから、事実関係としてね、私が申し上げるのも僭越ですが、まあ、鳩山さんが勝手になんか演説で言ったんだというようなご答弁でしたが、間違いなく民主党が2005年と2008年に沖縄振興ビジョンというのをまとめて、その中に明記してあるんですね。そのことを、ね、どう総括するんだと。政調会長まで務めた方が党内で責任を持ってまとめた、ね、このビジョンについて、沖縄ビジョンについてですね、知らなかったということで理解してよろしいんですか。もう一度反省を求めたいと思います。現場外務大臣。いや、今お話をさせていただいたのはですね、マニフェスト、いわゆる選挙の時に配ったマニフェストっていうお話であったもんですから、うん、そういうふうに申し上げたということでありまして、現にまさにですね、思い起こしてもあの時の発言っていうのが、その前にまとめたさまざまなビジョンよりもとてもですね、期待値を高めたという実態があるのではないかというふうに私自身考えております。秋葉賢也君。まあ、いずれにしても現実的な大胆案もなしに無責任なことを並べた結果ね、こういう事態になったんだということをですね、本当に重く受け止めていってほしいんです。やはり政治というのは理想を高く掲げながらもしっかりと現実を見据えたものでなければならないと私は思っています。まあ、昨日現場大臣も来週のいわゆるバネッサ国防長官にお会いをし、まあ、報じられているところによると、米国の議会内では大変圧力が高まっていると。日本で進展すればするほど、まあ、これ予算取りの問題もございますし、まあ、こういう話がなされたということでございます。実は私どものこの委員会でも今月の頭にワシントン DC を訪問いたしまして、まあ、関係者十数名と会談をしてまいりました。まあ、その中で、まあ、大臣に報告が行っているかどうか分かりませんけれども、例えばマイケル・シュア国防次官補代理ともお会いをいたしましたけれども、本当に現状、東アジアあるいは日米同盟の強固な維持の観点から普天間の移設問題について、とにかく日本側の対応促進を強く促したいと、早く道筋をつけてくれという要望を具体に提言をいただきました。また昨日大臣が国防長官から言われたようにですね、事務次官補からもですね、米国議会内では移転への危惧、つまり日本国内で全く進展がないことについて大変強い不満が出ていると、特に国防総省からの圧力が強まっているという具体的なご指摘をいただきました。まあ、他にもカート・キャンベル事務次官補ともお会いをいたしました。また今、何と言いましても米国上院、連邦上院の歳出委員長を務めておりますダニエル・イノウエ議員ともお会いをいたしまして、さまざまな有益なアドバイスをいただいてまいりました。まあ、一時期ほど日米の議員交流も盛んではないと、もっと活発にやるべきだというありがたいご忠告もいただきましたし、やはり本当に親日派にある議会の方までもですね、国内のこの打開策が見出せない状況に大変な苛立ちを覚えているということをまずは強く進言をしておきたいと存じます。まあ、その上で、まあ、昨日は共に年内のまずはアセスだけはやろうということでの合意が、まあ、こういう高々に宣言されましたけれども、まあ、最終的に本当に2016年まで移転が終わるのか、まあ、我々の合意したロードマップではそこがエンドで目標値を掲げていたわけでございます。まあ、年内にアセスが例えば終わっても最終的には中山知事が許可をするのか、埋め立ての許可をするのかという大きな、大変大きな、そして高いハードルが待ち構えているわけですね。これはやっぱりね、大臣、米国に対して2014年を見据えながらもロードマップの見直しも同時に言及していかないと、大きな混乱と不信に私はこれはなっていくんだと思いますが、いかがお考えでしょうか。委員長。現場外務大臣。
まあ、いろいろあの示唆に富むいろいろなご発言をいただいたというふうに思ってますけれども、あの基本的にもともとの2014年のロードマップというのは、まあ、現状を見据えてですね、2014年以降のできるだけ早い時期にということで、まあ、現状はですね、日米で合意をしているというところでございます。秋葉賢也君。2014年ですね。ですからあともう3年しかないわけでありまして、その移行を見せざるを得ないという認識でいるということですね。まあ現実的にはそうならざるを得ないわけです。ですから、まあ、あの私たちは、まあ、たまたま上部議員なんとともお会いをいたしまして、まあ、ご案内のとおりレビン軍事委員長とともにですね、合併案をなんかも提案されてきた方でございますが、まあ、米国側からこういう案が出ること自体ですね、相当日本側に対して苛立ちがあるからこういう案が現実的じゃないかということの私は裏返しだと思いましてですね、大変やっぱり国内での状況が進まないことを懸念をされておりました。まあ、ですから、まあ、大臣もこの間沖縄を訪問されたようですけれどもね、まあ、年内にアセスを提出したとしても沖縄県中今知事をはじめとする県民の理解が得れる見通しがあるのかどうかね、まあ、もちろん努力をするという答弁にはなるんでしょうけれども、ね、自ら招いた失勢のつけなわけですから、これをどう打開するのか、何か具体的な方策はお考えなんですか。委員長。現場外務大臣。まあ、この間外務大臣になってからは初めてお邪魔をさせていただいたということでございます。まあ、1回でいろんなことが進展するなどと甘い考えは全くございません。さまざまなことについてやはりきめ細かく丁寧に説明をし、また沖縄の負担軽減、いわゆるパッケージになっていないできる部分について可能な限りやっていく、事件、事故、騒音、環境、こういった問題についても言葉だけではなくて、少しでもですね、結果を出してやはり信頼関係を築いていく、そしてその知事さんや市長さんだけではなくて、その沖縄県民の皆さん、あるいは先ほど実は外務委員会では、まあ、身内というかですね、県連の方々にもしっかり理解を求めなきゃダメじゃないかとだいぶお叱りをいただきました。そういったことも含めてですね、さまざまな努力をこれは本当に全力でやらないといけないと、もうあの厳しい声を本当に聞きました。で、昨日も実はパネッタ国防長官にもそのことは率直にお伝えをしました。ただ差は去りながら、やはり沖縄全体の負担軽減にはつながる案なわけであります。で、同時に米国もですね、おっしゃった通り、実はさまざまな事情を抱えてて、特にその米国の場合は財政状況が非常に厳しいと、非常に厳しいからまた余計にですね、議員の皆さんからさまざまな考え方が出てくると。でもそういう厳しい状況の中でもやはり我々は太平洋国家であるということで、しっかりとそのプレゼンスを確保するというメッセージを携えて、まあ、昨日パネッタ国防長官はいらっしゃったということでありまして、まあ、私としてはそういう意味でですね、懇切丁寧にきめ細かく全力で対応するというふうに、まあ、現時点で申し上げるしかないということでございます。秋葉賢也君。まあ、今日は防衛副大臣にもおいでいただいています。まあ、防衛省もこの我々が合意した案を前提にこれから進めていっていただくようになるわけであります。まあ、本当に崩れてしまったガラスは元に戻らないわけでありますから、大変な作業だと思いますが、防衛省として実際にさまざまな移転案のプラン、まあ、私どもの時には V 字案いろいろ含めてですね、いろんな議論がありました。どういった形でまとめていこうとされているのかですね、改めて伺っておきたいと思います。時間がございませんのでポイントを簡潔にお述べいただきたいと思います。渡辺防衛副大臣。お答えします。これは昨日市川大臣とパネッタ長官との間でも約束を